まるごと必勝チャンネル、今週は神戸新聞杯の展望です。さあ始まりました。司会の平田里奈です。今週は柏木さん、久保木さんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いいたします。お願いします。番組は中京競馬場で行われる菊花賞トライアル神戸新聞杯を中心にお送りします。早速出走メンバーご覧いただきましょう。日本ダービーの勝ち馬シャフリアール、3着のステラベローチェが秋の指導戦を迎えます。柏木さん、今年のメンバーはご覧になっていかがでしょうか。はい、注目の日本ダービーは指導戦ですからね、はい、まあ、本当に言うとエフフォリアとかこの路線の方が面白かったかなという気がするんですけどね、うん、でも最重要なトライアルですから馬券の結果にかかわらず本番に結びつくと思います。久保木さんはどうですか。はい、そうですね、やっぱりシャフリアールが早くからここで指導戦というふうに決めてたんで、うん、まあ、ちょっとそれを避けての、まあ、この頭数の落ち着き具合かなっていうのもありますけれども、やはりまずは、ね、ダービー馬のレースぶり、これが最注目になりますかね、うん。ダービー馬シャフリアールの秋の初戦、どんなレースになるんでしょうか。いつもまるごと必勝チャンネルをご覧いただきありがとうございます。ネット競馬 TV のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまずこのコーナーから参りましょう。神戸新聞杯を予想する上でのポイントをお伺いしていきます。まずは久保木さんのポイントをお願いします。はい、やはりダービー馬がこのレースは強いという傾向がありますね、はい、ですね、この、まあ、この菊花賞の施行時期が変わってから、うん、はい、あの神戸新聞杯は今の、開催時期になったんですけど、うん、そこから、ダービー馬が今まで12頭出走して、はい、8勝、はい、2着が3回で、はい、3着が1頭で、この1頭が、ネオユニバースだったんですけど、はい、この馬あのダービーの後に宝塚記念使ったんですよね、うん、ですから、まあ、ダービーを勝った後の秋の初戦がこの神戸新聞杯という馬は、まあ、連帯率 100% と、うん、で、まあ、勝ち星の方が多いわけですからね、着より、うん、まあ、そういった傾向を考えると、うーん、ここはあまりひねっちゃいけないのかなというふうには思います。はい、さすがの久保木さんもここは硬いかなっていうところですね、うん、そうですね、軸は硬いのかなっていう気はしてます、うん、はい、では柏木さんのポイントもお願いします。普通のと違って中距離の 2200m、うん、いや、やっぱりオープンはね、慣れてないんでね、なんとなく若い三大戦はスローになるという気がするんですけど、うん、また今年のメンバーの一気に行く馬は少ないんでね、なんかすごくスローになりそうな気がします。そこがポイントだと思います、うんうん、すごくスローになるとどんな傾向が出てきますか。はい、スローになるとね、はい、実は強いのが断然有利なんですよ。なるほど、やっぱりそうなんですね、展開じゃないです、うん、なぜかというと一原の10秒2とかそういう足を使えるのってオープン馬だけですからね、トップのね、うん、ということでお二人にポイントを挙げていただきましたが、まあ、久保木さんはやっぱりダービー出走馬、はい、まあ、強いということと、はい、柏木さんは3歳だとスローで強い馬が勝って、まあ、結果荒れないという硬いレースになるということですよね。はい、わかりました、ありがとうございます。それではこれらを踏まえて次の名物コーナーに参ります。神戸新聞杯の出走前場を柏木さん、久保木さんに金銀銅の札で評価していただきます。3着までに優先出走権が与えられる菊花賞トライアル、それでは行きましょう。セファーラジエル、こちらはどうでしょう。おお、久保木さんはバックダンス、柏木さんはどう。これはもうとにかく大飛びで、もうスピード感がね全くないんですけど、白百合ステークス、これあのレースラップ11秒6のところでこうしっかり加速してきてるんですよね。あれ見ると中京のそのコーナリングっていうのはすごく合うんじゃないかなと思います。まあ、ある程度力関係は決まってるメンバーですけど、うん、一泡吹かせれば未対戦のこの馬かなというふうに思ってます、ね、はい、ここ格上がりの初戦になるんですけど、うん、これから強くなるっていうか上がり目はこの馬だと思います、うんうん、で本当はあのまだ分岐調だと思うんですけど、
挑戦者の立場に立ったら貯める手はないと思うんでね、うん、行けたら行くというそういうあの気力もあると思います。お二人ともこれからが楽しみ、うん、俺はこのレース次第では本当に一気に3歳の上位クラスに行ける馬だと思いますね。はい、ワンダフルタウン、こちらは、うん、お二人とも動画揃いました。お父さんこれルーラーシップですけど、去年14番人気で3着、うん、大波乱演出したロバートソンキーが同じルーラーシップ3区だったんで、うん、はい、まあ、そういった血統的な面の魅力が一つと、うん、まあ今回はそんなに極端に時計の早い決着にはならないと思うんで、うん、まあ、そうすれば、3着一角に食い込んでくる実力はありますので、うん、まあ、それでの銅メダルですね。なるほど、まあ、これ以上の重い評価はできません。コウキさんが苦し紛れに褒めたように私もそれ以上は褒められないと思います。そうですね、うん、いやでも強くなる可能性ありますね、うん、そうですね、これからね、うんうん、キングストンボーイ、上がらないですか。おお、柏木さんはここで爆弾。いや他に上げる馬がいないかという意味が強いんですけどそんなこと言わないでください。あの今年のメンバー実はみんな 2200m とかそれ以上になったらちょっと危ないんじゃないかなという馬が多いんですけど、比較的距離はこなせそうだというのと、うんうん、もう一つはスローになるって考えてるんで思い切っていけそうなジョッキーの馬とかそういう能力にプラスアルファを考えてです、うん、モンテリオ、こちらは上がらない。スタミナはありますねこの馬ね。だからもし私と柏木さんの見解と真逆でちょっと流れが速くなって、はいはいはい、スタミナ勝負になったらちょっと浮上の余地はあるかもしれないですけどね。でもまあないだろうなそれはなって思ってます、はい、ステラベローチェ、こちらは、うん、お二人ともここも揃いました。銀ですね。はい、ステラベローチェクラシック春の2冠、うん、3着3着ですけど、うん、先着された馬って実はシャフリアルだけなわけですし、うん、あの着差ですからね、うん、で上がり3フラも同じですから、まあちょっと反応に鈍いとは思うけど接近できるのはこの馬だと思います、うん、小牧さんは。そうですね、やっぱこの馬の一つすごいのはどんな馬場でもどんなタイムにも対応してるっていうことですよね、うん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 、まあ、皐月賞は少し時計かかる馬場でしたけどそこでも結果出して、で、ね、2歳の時には朝日杯でも早いタイムで、うん、でそれなりの競馬しているというところは魅力ではありますね、うん、で、まあ、私はこれやっぱお母さんの方がゴスホーク兼朝日杯フューチュリティステークスを買った馬の一族なんで、はい、距離伸びたらどうかなと思っていたんですけどやっぱ馬後の力ですかね、距離もしっかりと克服してますし、うん、反応が鈍いんで、うん、スローペースで良いドンになった時にその急なペースアップに対応できるかどうかですよね。そこであまり置かれなければ、うん、シャフリアールとはそんなに差のない競馬できると思います、はい、シゲル総裁、こちらは、ね、今総裁選真っ盛りですけどね、うん、これはちょっと推薦に集まれないんじゃないかなって気がしますダメですか、はい、柏木さん受けてらっしゃいますありがとうございますレッドジェネシス、こちらはもう上がりますよね。2人とも動画揃いました。じゃあ柏木さんからお願いします。はい、普通は京都新聞杯勝つと、うん、ダビーでももう少し人気になるんですけど恐ろしいぐらい人気なくて、本当ですね、恐ろしいくらい着順が上がらなかったんで、うん、能力だと思います、うん、でもこのメンバーならね3着ぐらいあっても不思議ないと思います、うん、大木さんは、うん、そうですね、私もダービーもうちょっと動けるかなと思ったんですけど、うん、やっぱりその京都新聞杯からのレース感覚っていうのが一つ、うん、まだ春のレッドジェネシスには厳しかったのかなと思いますね、うんうんうん、まあ、今回はきちっと夏休みさせてますし、うん、ここは巻き返しの一戦で、まあ、やはり、今回と同じ舞台の G2 勝ってるわけですから、抑えておかなければいけないかなとは思います、うんうんうん、はい、はい、エクスプロージョン、上がらない、うん、はい、テイエム竜巻、こちらは上がらないかな、はい、シャフリアール、さあどうでしょう、ダービーバー、
2人とも金が揃いました。やっぱりダービーは強いですか、久保木さん。はい、そうですね、もうダービー今年レースレコードでしたね、ダービーレコード、うん、でお兄さんルアインはちょっと距離ね限界ありましたけど、うん、お兄さんはもう520キロぐらいあって、結構筋肉質のね馬でしたけど、同じ全兄弟でもシャフリアールは440キロ台でもうシャープな体つきなんで、うん、だその分距離は持ってると思うんですよね、うん、あとは福永騎手がディープインパクト3区でこの神戸新聞杯に出走した時は1勝2着2回で、ワグネリアンも勝ったんですけど、ワグネリアンは、うん、あの福永騎手怪我でこのレース乗れなかったんで、うん、まあ、もしそれも乗っていたら2勝っていうことですから、うん、ほぼまあこの神戸新聞杯の相性がいいわけなんで、うん、まあ、そのあたりのデータ的なものも含めて、まあ、ここはちょっと落としてほしくないなっていう願いもあります、うん、はい、さっきスローになるって言ったんですけど、まあでもスローになってもシャフリアリは行きたくないと思うんですけどね、うん、であの陣営なんとなく一箇所まだ決めてないとかなんかふにゃふにゃしてますけど、いやここは負けないと思います、うん、だってダービーバーでしょ、み、うん、っともない仕上がりで出てこないからです。ここはもうダービーバーの宿命というか、そうですね、でも勝っていい、ね、もうみんなで菊花賞行きましょうっていう空気をすれば行ってくれると思いますだからそのためにやっぱ負けてほしくないですよ ね、うん、そうですね、負けちゃったら行かない言い訳ができちゃうんで、うん、はい、いや楽勝したら菊花賞だと思います、うん、だからあといかに余力を残して勝てるかですね、はいはい、ありがとうございます。お二人に神戸新聞杯の出走前場を評価していただきました。さあ久保木さん、はい、今週のトレセン朝どれ情報もうテーマは決まってますか、はい、今週は、まあ、神戸新聞杯本編で評価しましたけど、うん、中山ではオールカマがありますので、はい、ね、そちら関東馬もいっぱい出走してますので、うん、そちらを中心にお届けしたいと思います。それではどうぞ。オールカマですね、まず調教一押しはウィン・キートこの牝馬ですね、札幌記念は実走いける2本での出走、まあ、それが影響して体重18キロちょっと増えちゃいましたけど、この中間は立て直して、1周前に単走でウッドコースの5波の65秒2、まあ、これはあの自己ベストタイムですけどマークと、直前の追い切りも姉妹重点に1波の11秒1という抜群の動きを見せてますね、まあ、体もスキッと見せていますし、毛づやもピカピカ、もう前回とは状態は比べ物になりません、そして、まあ、ベテランですけれどもグローリーベイズの動きもいいですね、ハスラスとしてます、今週は3頭合わせ、外にハーグリーブスという、まあ、オープン馬、これを1秒ほど追走して、直線手応えは劣ったんですけれども、これも仕方ないですね、相手も動きますし、逆にしっかりと負荷をかけることができたので体勢は万全と見ていいです、まあ、最近の中では調教だけで言えば一番と言えるんじゃないでしょうか、そして校長手塚厩舎のウィン・マリリンもイニシアルですね、先週今週とあの調教のタイム自体はほぼ同じなんですけれども、今週は調教女子の方が乗って追い切りつけたので、うん、先週よりは逆に、まあ、その乗ってる人の体重などを考えるともうグーンとレベルアップしたと判断していいですね、体勢は整っています。関西馬では一番人気ですかね、レイパパレ、こちらも今回は長距離輸送を控えてますけれども、直前の行きしっかりと追ってきましたね、小さな馬ですけれども身が入ってきて、体を大きく見せるようになってます、まあ、目標はまだ先にありますけれども、まあ、首振りに仕上がっているというふうに判断できますね。私が期待するのはですね、同じ手塚厩舎でもセダブリランテス、こちらです。先週セントライト記念を勝ちました浅間のいたずら、これを4馬身先行して2馬身先着、そして今週はシュネルマイスターですね、これを3馬身ほど追走して、まあ、互角に動くという、まあ、非常に素晴らしい状況を見せてくれています。ここ2戦、まあ、大きく負けてはいるんですけれども、屈腱へ明けを考慮してあの直前の切りもハンドなどで行っていたんですよね。ただ今回は
中間からフットコースでしっかりと終えていますし、まあ、年齢重ねてるんですけれども、あの怪我で長い休みがあって数使ってない馬なんで、まだまだ伸びしろがあります。いい頃の迫力戻ってきてますよ。これは要注意です。それではこちらコーナー、久保木さんに美穂トレセンからリポートをしていただきました。では丹下さん、中西さんの予想も加えた皆さんの金銀堂の印をご覧いただきます。はい、私も今回はやっぱり硬いですね。シャフリアル、ステラベローチェ対抗で、まあ、あと2人も褒めてくださってたんですけど、セファーラジエル私も面白いなと思って、まあ、ここで勝てるか、まあ、ちゃんと成長できてるかわからないんですけど、この先もちょっと見ていきたいなって、面白い馬だなと思って、馬券3着ぐらいに入れたいなと思っています。馬連いかがですかね、点数絞って、はい、ね、やっぱり目数いっぱい買ったらね、儲けが出ないですね。そうなんです、はい、はい、じゃあ柏木さんはどのように馬券買いますか。いや、シャフリアルから当然買うんですけど、はい、なんか惜しいところで外れそうな気がするんで、額は少なめにします。買い方は、いや、それ3連単でしょ。3連単ですか、少なめで、うん、だって点数いっぱい買えないでしょ。まあ、そうですね、うん、それは間違いありません、うん、はい、はい、久保木さん、はい、私も3連単ですね。3連単ですか、はい、あら、1着金メダル、2着に銀爆弾、はい、で3着にそれにプラス銅の2等ですね、うん、はい、だからあのセファーラジエルが来る組み合わせをちょっと厚めに変えたいですね、うん、はいはい、そして今週は日曜日に中山でオールカマーが行われます。こちら先ほど久保木さんにはトレセン朝どれ情報の方で注目馬教えていただいたので、柏木さん注目馬教えていただけますか。こちらは注目馬多いですし、馬券的にはこっちの方がずっと面白いですね、うん、今日レイパパレは前回私見てて、あれ、なんであんなに弱気になるんだろうなと思ったんで、もう少し今回は強気に攻めていくはずですけど、うんうん、買いたいのはステイフーリッシュ、うん、前回あの札幌記念辛抱サイドでやめてしまったんですよね、うん、一月半で出てきますからね、大したことなかったんだと思います、うん、あとは崩れないだろうグローリーベイズですとか、うん、一応馬券並みを見はステイフーリッシュかなと思ってます、うん。ボバも強い馬出てますけど、今回牝馬も ね、もう本当にいいメンバー揃ってますよね。前もどっかでこんな話しましたよね。ここでずっと続きますね、これは、ね、はい、もう夏は牝馬とか言ってますけど、ずっと牝馬ですよね。そう、もうね、そう、夏だけで1年中牝馬ですね。年中牝馬ですね、はいはい、来週は秋の G1 第1戦スプリンターズステークス、そして凱旋門賞も行われます。来週番組でもたっぷり情報をお届けしていきます。それではまるごと必勝チャンネル、また来週お会いしましょう。